IBM 早号オープン戦は日本の囲碁の棋戦。1988年から開始され、1990年、第3回まで開催された。日本棋院と関西棋院のプロ棋士とアマチュア、招待海外棋士などが参加した。1988年、石田義男、竹宮正樹1989年、大竹秀夫、石田義夫1990年、 小林里大平治さん一時、二次予選は1988年5から6月に実施。本戦準々決勝までは7月、準決勝、決勝は10月4日に公開対局で行われた。準決勝、決勝は1989年10月7日に行われた。本戦は1990年6月23日に開始。準決勝、 決勝は1990年9月8日に行われた。大平修造、小林里市1から62手小林は、準々決勝で、大竹秀夫、準決勝で、王立成に勝ち、大平は、加藤正夫、石田義雄に勝って、決勝進出。千番小林の向かい、小目から、黒23がバランスのいい構え。白28では一度かが良かった。 黒29から35、黒47まで黒字が大きく優勢。しかし白52で黒を切り離されて混戦となる。白は左上の黒を飲み込んで終盤にもチャンスがあったが黒一目半勝ち。小林は一般棋戦で初の優勝となった。ありがとうございます。